はい、田の字です。2020年8月の14日、金曜日、猛暑です。日本列島猛暑で覆われています。こんな記事があったのでちょっと紹介してみたいと思います。中国人のセックスの特徴16選、日本人とは何が違う、男女ともにご紹介というのがあるんですけど、中国人の爆買いブームとともにセックスブームが到来、勢いが止まらない中国情勢の背景には性生活も劇的な変化をもたらしているようです。そもそも中国人とセックスって結びつきにくいんですよね。あ、そうなんですかね。日本も世界的に見れば真面目だけど、こっちにはラブホテルや風俗がわんさかあります。中国はとにかく秘めた部分が多い。日本のこの日本人ってやっぱり確かに真面目だと思うんですけど、そのラブホテルってあるって、やっぱり日本、まあ韓国にもあるようですけど、あと風俗ですよね。その風俗の種類も多いっていうことですよね。そのソフトな風俗があるっていうか、それ世界的に見ても独特なんじゃないかなと思いますよね。で、金持ちの中国人、いや爆買いで結構中国人が来て、さらにそのセックスっていうか、その風俗ですよね。そこにちょっと金をはたいて女を買うんだけど、そのえげつないというか、それが日本人みたいな、なんていうのかな、楽しむっていうのとはまた違うんですよね。冒涜するとか威圧するとか、そういうような感じなんですけど、で風俗嬢から嫌われるというか、でも客だから仕方なくやるとか、まあそういう風なんがあるんですけど、まあまあその風俗か風俗でまたその世界があるんで、まあ一概にアードコードとは言えないんですけども、やっぱり急に金持ちになった人間がその性の解放がない、やっぱり禁止されてるっていう、そういう中国人、ちょっとこの日本人の感覚とはやっぱり違う部分があるってことなんでしょうね。で、中国人のセックス事情、日本人との違いは、聞くところによれば中国人は富裕層ほどセックスしまくっている。なんかあの愛人が100人いるとかって、なんかなんだっけ、賄賂426億円ぐらいをのあれを騙し取った中国の偉い方、なんか100人ぐらい愛人がいるとか、なんかそういうのがちょっと最近記事出てましたけどね。夜の世界も格差社会が広がっている。要するに金持ちは自由に遊んでるってことですよね。風俗行ったりとか、その反面貧乏人はすごい疲弊しているというか、明日の生活も困るような生活をしている。貧富の差が激しいということですよね。中国といえば41カ国中の中でも性生活満足度はワースト1位、ちなみに日本は2位なんだそうです。36年間も続いた一人っ子政策が2015年にピリオドを打ったといえば、中国は性に対して全然オープンではないと。で、その最近になってコンドームが買えるようになったとかね、そんな感じのことが書かれているんですけど、中国人男性のセックスの特徴8個とかいうのがありますね。なんか随分褒めてるんですよ。中国人男性は素朴ながら目の奥に秘めたものがあり魅力がありますね。あ、そうなんですかね。よくわからないですけど。で、その中で男性は年下としかセックスしないとか、なんかやっぱりこう読むと理由がありますね。中国人男性は基本年下としかセックスしません。日本は熟女ブームって今あるんですけど、なんか年下でも熟女に憧れるっていうか、そういうのがありますね。それを考えると真逆ですね。そもそも年下としか付き合わないし、年下ならどれだけ下でも構わない傾向があると。
この理由は年上女性が年下男性に対して弟にしか見えないからだというものだという、見えっ張りな性格から常に上から目線でいられるような相手を選ぶためのおのずと年下になってしまうと。とにかく恋愛対象には年下を選ぶみたいなので、年下中国人男性と付き合いたいと思ってもそれは叶わないかもしれないと。2、日本の AV プレイが大好き。中国人男性の間で日本の AV が大流行、ネットで広まり、中国の SNS、ウェイボーでもエッチな情報交換が盛んに行われています。なぜ日本の AV がという理由は、中国にはほぼ AV がないからです。 AV がないなんて心底かわいそうになりますが、そうなってしまう背景には中国の厳しい法律が関係しています。やっぱり自由がないですからね。言論と自由がない国、それが今中国なんですよね。言いたいことも言えないと、政府を批判したらすぐ牢屋に入れる。